どうもありがとうございます。ようですね、仕事でですね、ちょっとリハもちょっと参加できなくてご迷惑をおかけしてしまったんですけども、仕事終わってですね、まあ、今日ちょっとまあサービス業なんで繁忙期で土曜日っていうのはちょっと休みにくかったので一応仕事を出てきたんですけれども、今日に限ってですね、寮長がですね、お三橋上がっていいぞという言葉がですね結構早めに出まして、うわーって思いまして、もうそのまま駅に、ちょっとえ、あ、ごめん間違えた、面白くないんで全然もう無視してスルーしていいんで、こちらのよかったですね。そうですね、ちょうど同じ上がる人がいたんで乗せてもらって、ちょっと駅に走り込んでですね、まあ3分前発車3分前の新幹線に飛び乗って来たわけです。ですね、もう新幹線から長野に来る間もどんどん気持ちが盛り上がってですね、もう皆さんも今日気持ちを盛り上げて最後までよろしくお願いします。ジェシー・ローラのユースですね、80年代90年代の、まあ、ロックを中心にやってますけれども、まあ、いろんな曲も皆さんが楽しめるようにやってますので、知ってる曲があったら一緒に乗って歌ってよろしくお願いします。いや、それです、2曲目ですね、まあ、1曲目は庄屋の私は嵐という曲ですね。2曲目はですね、北斗の拳2というですね、アニメの主題歌であった、タグボーイというですね、タグボーイだけ指差しますので、刺された人はタグボーイだと思います。では行きたいと思います。Yeah!
とそれではですね、いつもですね、あまり喋らずにサク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 の曲に行ってしまうので、今日はちょっといろんな人に喋ってもらおうと思うんですけれども、ドラムの広瀬くんですね、4つバンドを掛け持ちしてまして、なんか今度ライブがあるらしいんで、ちょっと告知を。よろしくお願いします。すいません、はい、全然関係ないですけど、はい、どんなバンドやってるんですか？ちょっと3ピースのバンドやってるんですけど、すいません、ちょっと告知で今度7月18日にジャンクボックスさんなんですけど、ライブがあります。ちょっとハードな、イベントなんで、まあよかったら遊びに来てみてください。お願いします。遊びに来ました。何して遊び？かくれんぼでも。他は、あと7月25日にもちょっとスカイさんでまた別のバンドであります。なんか、そうですね。そうですね。はい、以上です。いや、4つじゃなくて3つですね。以上です。なんか2人がいないですけどね。まあ、2人いなかったわけですけどもね、まあ、ちょっと衣替えしましてですね、今から歌う曲ですね、去年2014年にですね、一世を風靡した、みんな誰でも知ってるような曲だと思うんですけれども、それのヒントとなる衣装に着替えて今出てきますので、拍手でお迎えください。なんだろう、なんでしょう。というか、なんか僕はね、キーボードの人が来てるの、俺がさっきね、リハで来たんだけどね、さすがにね、ちょっとね、無理だったね。入りませんでした。皆さんもですね、ありのままに空へ風に乗って、どこまでも高く舞い上がって、一緒に歌っていってください。お願いします。風が心に
寒さ、あれ温まっちゃった、ホットになっちゃった、ごめんなさい、寒さ伝わりませんでした、すいません、ちょっと眉間にしわ寄せでちょっと汗かいちゃってちょっと暑苦しくてすいません、ありがとうございます。じゃあそれでですね、次の曲ですね、また80年代の名曲、あのアン・ルイスの天使よ故郷を見よ、
それではここでですね、メンバー紹介をしたいと思います。心に闇を秘めた男、ドラムス広瀬雄一。駆け抜ける紫の青春、山崎。ごめんなさい、駆け抜けてません、もう青春終わったんで。駆け抜けた紫の青春、山崎純二。それではですね、キーボード、田部井ジョセフィーヌ、あ、マリアンヌ、ジョセフィーヌヒロミ。ケ、え、ボ、え、ベ、ベース、笹岡くばしげ。そんな名前ねえな。まあちょっと急遽やろうっていうことになりました。用意してなかったんだ。まあそういうことで、それではですね、残念なことに最後の曲となりました。最後最後、激しい曲でいきたいと思います。皆さんノリノリでお願いします。